はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビッシュです。では今回はですね、デトークの決断法、パープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、アリューシャン方面攻略したんですが、残念ながらアリューシャン方面で、ヤマト型戦艦が撃沈されてしまったと。敵の方がですね、アメリカ軍なんですが、アメリカ軍の方がすでに夜間の離発着可能な爆撃機まで開発していてですね、まだ日本軍は戦闘機がようやく開発できたという段階だったんですけど、もうここで国力の差をかなり感じる中、大和型戦艦が撃沈されつつ、なんとかアリューシャンを攻略したという状況でした。で、今回はそれらの状況を踏まえというところになるんですけども、まずはですね、技術開発を入れておきましょう。厚めに入れておかないと、もう国力の差が激しいので、残念なことに。で、これが一つとですね、あとは、戦艦一つ作ります。また、これが最後の大和型戦艦だと思ってください。これが本当に最後の大和型戦艦です。で、海ヤマトにするか、これがですね、16周かかります。で、13号型っていうのが14周で作れるんですけど、これ同じ、46センチ砲を積んでるんですよ。で、副砲とかが若干、変わってはくるんですが、お金のかかり方と、やっぱりその、鉄のかかり方が全然変わってくるんですよ。で、どっちを作るべきかなっていうところなんですけど、今回はですね、こちらの13号型を作ろうかなと思ってます。海大和型はすでに沈められてしまったんで、それに代わる戦艦ということで、13号型を作っていきましょう。で、彼にはね、もう最後の大和型戦艦なので、僕の大好きな55は虹を冠する虹大和にしましょう。虹大和。もうね、この虹大和に全てをかけます。で、これはもう僕の趣味の範囲で作った話で、何を今回しなきゃいけないかっていうと、防空艦を作らないと話にならないなというのがよく分かりました。なので、今回は防空艦の設計をしていきましょう。で、防空艦にする以上は、それなりの性能を求めつつ、もう打ち合いはしないと。完全に打ち合いはもうしない。じゃあ何をベースに作るかだなぁとは。トネとかをベースに作りますか？一旦ね、ちょっと様子見で。まずは、魚雷は3連装4機。いいよね。で、航行速度はもっと落としていいでしょうと。で、対空はもうバリバリに上げていきます。で、装甲力も上げていきましょう。ここまでかな。これでどうですか？対空攻撃力が高い防空巡洋艦。これをちょっといくつか作っていきましょうか。で、当然今お金がなくて作れないんで、これをベースに新しく設計していきましょう。トネですね。で、魚雷は、もう積みませんと。で、航空機の数は1機減らします。32ノット出ればいいよね。で、対空攻撃力は4連装の攻殻砲を8門。で、機銃は100門。で、あとは、この辺りを、目いっぱいまで厚くすると。ここまでかな。これで防空戦艦ですね。防空艦にしようかな。艦種名変更しましょう。わかるように防空ってつけますね。防空艦。こ
これでいいかな。開発期間が2週で作れますということですね。防空艦、艦型名か、艦型名は防空艦にしよう。防空型艦の装備はこれでいいか。いいです。2週間後には防空型艦ができますね。であとは今回作っていい完成した艦があるかっていう話なんだけど、未配備で見ておきましょうか。未配備艦でいうと戦艦越後が、もうできてるんだね。じゃあ戦艦越後を新規編成で組み込んで、これをハワイへ送りましょう。で第6艦隊はインド洋までまだ2週間かかるんだね。よし、これであとは輸送船を作っ、いやー、前回アリューシャンでかなり沈められてるんで、ここは例によって潜水艦を作ろう。いや、もっと楽になると思ったんですけどね。戦いが楽になるどころか損害ばっかり広がっていくな。ハワイの方は、ご覧の状態ですね。これに次のターンで第7艦隊の潜水艦隊がハワイに到着するという状況ですね。いや、早くハワイに戻ってきてもらわないと怖いな。ハワイがね、攻められる可能性があるんで。で、あとはお金があるんで、お金を使ってきっちり諜報活動を入れておきましょう。まあ、防空艦がどれだけ活躍してくれるかわからないですけどね。防空艦が早くできて建造されて配備されてこないとちょっと怖いですよね。で、あとはですね、航空機を作れるだけ作りましょう。今だと作れる航空機が特にね、ライデンを作っておかないと、これ夜間戦闘が可能な唯一の艦なので、でこれをですね、まずハワイに配備しましょう。直縁機をライデンに変えます。第3飛行場も直縁をライデンに変えましょう。で第1飛行場も直縁をライデンに変える。であとは、空母の方もちょっとね、変えておきたいよな。まあ、赤城とかはっきり言ってね、甲板の装甲とかがカスなんで、もうちょっと上げておきたいんだけど、どうにもならないからな。改装するかどうかっていうところですけど、まあここの辺りはもう敵と雷撃戦に、砲撃戦に巻き込まれない、あるいは敵の攻撃機に巻き込まれないっていうのがもう大前提になってきますね。直縁を変えていきましょう。お、直縁のライデンがもうないか。しょうがないね。じゃあこれでいいかな。ちょっとすいませんね、一回セーブを入れさせてください。おそらくまたこの後事故が起きた場合にやり直しというのもめんどくさいので。
軽空母。軽空母には一応物は乗ってるね。ハワイが疾患するってことはないとは思うんで、どちらかっていうとインドの方が怖いんだよな。インドの方のちょっと、そしたら飛行場、飛行機かな、飛行機の数増やしとくかな。第三飛行場に水星を増やそう。お、いっぱいか。そうかそうか。護衛機を2222型に変えよう。水星を護衛機で使うのはちょっともったいない。で、第二飛行場の方も水星はもうマックスだね。いや、インドは完全にマックスだな。すべてがマックス。となると、やっぱりハワイだな、ハワイ。ハワイの増強を図りましょう。ハワイの増強。よし、こんなもんでいいかな。大丈夫でしょう。護衛機の数があって、直縁の数はやっぱりもっともっと増やさないと怖いからな。救難式の観光もいっぱいでしょ。天山もいっぱいなんでどうしようもないね。第一飛行場も 238? 水星の数いっぱいいっぱいだもんね。冷戦22、雷電52、天山もマックス。よし、これでいいか。よし、これでいきましょう。おっと、ハワイに来たか。アメリカ西海岸より2個艦隊ね。アメリカ西海岸より2個艦隊。ってことは、まず空母は一番離しておいて、潜水艦を一番近づけておきましょう。これでいいかな。いや、ここは負けられないぞ、本当に。全然違うとこから出てきたな。そう、こんな時に雨が降ってくるのか。とりあえず空母は一旦逃がさないとな。まあ、これは軽空母なんで、まあ、いいかどうかは別にして。やられてるな、だいぶ。また雨か、ここで。タイミング悪いな、本当に。
軽空母をことごとく失ったな。空母の数をだいぶ失ったね、軽空母とはいえ。敵の方は護衛空母？いや、従順。いやー、軽空母、一隻も沈められなかったか。味方の方は、軽空母2隻撃沈されてますね。駆逐艦1隻。地味に痛いな。で、相手はというと、駆逐艦が1、2、3、4、5、6、7、8。あと、軽巡が1隻、従巡が2隻。まあ、空母1隻でも沈めたかったな。ちょっとね、潜水艦隊の配置が悪かったですね。まあ、読みが外れたっていうだけだな。航空用素材が新たに開発できるという状態になりましたね。よし、アリューシャンやったので6000もらえましたね。さあ、次回か、どこを目標にするかだな。まあ、南太平洋だな、普通に考えて。はい、というわけで今回は防空戦艦の、まあ、配備ということをやりましたが、まあ、配備というかね、作るっていうのをやりましたが、どうしようかな。ちょっとまだ時間あるんで、そしたら、まずいつものことを先にやっちゃいましょう。いつものことを。これね、忘れてしまうんで。でだ。何をするかっていうと、まずは空母を作りましょう。空母で、どの空母を作るかなんだけどな。大砲にする？ 61 機しか乗せられないからな。そうなるとね、源流回になるんだよね。多分源流回どうですか、これ。赤城並みに船体が脆いからな。そうなると、まあ、シナノとかはね、もう全然硬いですもんね。まあ、いわゆる装甲空母ですよね、もうこれ。そうなると、中間を行く、まあ、この大砲型作るか。どうしようかな。神格13週間かかるのか。で、今回何をするかっていうと、あ、そうだそうだ、その前に、いつものですね、潜水艦。いやー、きつかったなー。多分すぐにでも多分攻めてきますよね、アメリカ軍は。またなので、今回は防空戦艦を作りましょう。防空戦艦。で、戦艦とはいえ、一番安い戦艦でいいんで、一番安い戦艦をちょっと、いや、戦艦いる？っていう気もするよな。
ちょっと設計だけしてみよう。で、手法は、この際いらない。これでどんなのができるかっていうのをちょっと見てみましょう。航空機の数も良くて、これもいいよね。で、光学砲は4連装を発揮で、どう？これ。めっちゃ強いんじゃないの？まあ、すでに、上限鉄鋼を超えてますけど。で、これを、まあ、じゃあ仮に、10門にして、いや、それでもかなり強いよ。これでどうですか？ただ、装甲が12ってどうなんだろうね。ちょっと薄すぎないって話だよね。そうすると216門にして、装甲をちょっと厚くする？もうちょっと。ここまでだな。これで1個作ってみるか、防空戦艦。防空艦っていうのは作りましたからね。防空戦艦。もうひたすら防空にのみ専念した防空戦艦。これ悪くないんじゃないですか？そうか、副砲も外しちゃえばいいんだな。そうすると、もうちょっと厚くできるね。20まで上げられる。これでどうだ、防空戦艦。よし、防空戦艦も作ったぞ、これで。これでちょっと戦局を一気に変えましょう。なんといってもね、この防空戦艦のいいところは、この光学砲が4連装10機、機銃216門、対空攻撃力2020、これ群抜いてるんじゃないの？2000超えって。半端ないですよね、だって。ちなみに防空戦艦はどうな、防空艦はどうなってるかっていうと、防空艦は攻めて1000だもんね。その倍を行く防空戦艦。いやー、これでちょっと敵のアメリカ軍の飛行機を次々に撃ち落としましょう。はい。というわけで、ちょっと今回短いんですが、一旦これで終わりにさせていただいてですね、次回は、この続きですね、しっかりプレイをしていきましょう。で、忘れないうちにというわけではないんですが、いつもの航空機ですね、作っておきましょう。ライデンと、まあ、そこまでね、ちょっとやっちゃいますね。もうちょっとお付き合いください。で、ライデンを、まあ、この後ガリガリ作っていくんですけど、並行して、夜間の爆撃機、あるいは攻撃機、これ欲しいですよね、アメリカ軍並みに。アメリカ軍もそれ持ってるんで、そこにすごい差がありますよね。夜間の航空機の離発着ができるかできないかっていうだけで。ちょっとね、そのあたりは技術開発を今後進めていきたいと思います。というわけで、今回は一旦ここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。